マルセル・デサイーはガーナ・アクラ出身の元フランス代表サッカー選手。ポジションは DF、MF。日本語表記としてはデサイー、デゥサイー、デゥサイーなどもメディアで使用される。アクラにてガーナ人の両親の間におでんケ・アベーという名前で生まれる。彼の母親がフランスの外交官と結婚して子供たちを養子とした際にマルセルと改められた。 一家は1972年にフランスのナントへ移る。彼は12歳から FC ナントのユースチームで育ち、1986年にプロ選手となった。1992年にマルセイユに移籍。1992から93シーズンに UEFA チャンピオンズリーグ優勝と国内リーグ優勝を果たすが、国内リーグ戦での八王調が発覚したためリーグ。 優勝は剥奪された。1993年11月に冬の遺跡市場でセリエ a c ミランへ遺跡、すぐにレギュラーのポジションを確保した。1993から94シーズンの UEFA チャンピオンズリーグに優勝し、異なるクラブで2年連続優勝を経験した最初の選手になった。また1994年のファイナルではミランの4点目を決め、 優勝に貢献した。1993から94と1995から96シーズンの二ドリーグ優勝を果たした。ミラン加入以前は DF としてプレーしていたため、彼自身はディフェンダーとしてのプレーを好んだが、ミランではもっぱらミッドフィールダーで起用された。1998年、イングランドのチェルシーへ移籍金460万ポンドで、 移籍し、2002から03シーズン末までセンターバックとしてプレーした。チェルシーにおいて彼はフランクルブーフと堅固なパートナーシップを築いた。2004年にカタールのあるガラファに移籍。クラブキャプテンを任され、2004から05シーズンのカタールリーグに優勝した。翌シーズンはカタール SC に移籍したが、2005年11月に退団した。その後は、 どこのクラブにも所属せず2006年5月7日に現役引退を表明した。フランス代表には1993年8月22日のスウェーデン戦でデビュー。以降も守備のようとして1998年のフランス W 杯2000年のユーロ2000でそれぞれフランスの優勝に貢献。ユーロ2000号はリディエデシャンからキャプテンを引き継いだ。 日韓 W 杯、ユーロ2004ではそれぞれ出場を果たすが敗退、ユーロ2004後に代表からの引退を表明した。通算116キャップは2006年に、リリアン・チュラムに破られるまで、フランス代表の最多記録だった。2007年3月、フルスの AC ミランのフロントに就任。主として、アフリカの新人発掘スカウトの業務を担っている。2007年に、 ガーナ人として初めてとなるユニセフ親善大使に任命され、主に子供たちへの教育や福祉の問題に取り組んでいる。マルセイユミランチェルシール・ガラファ代表。ありがとうございます。